向神様、自分は将来 VTuber になりたいのですが、どうすればいいですか？ああ、おすすめしないですね。素晴らしい職業ですよ、この VTuber。うん。でも、メンタルがものすごく強い人じゃないと続かないかもしれないですね。うん。鬱になる覚悟ができるだったらいいと思います。はい。なんか VTuber って自己プロデュースだから、これをやってくださいとか、なんかどうやってやったら絶対に伸びるとか、なんかそういうのってないんですよね。だから自分がこれが面白いって思ってやっても受けなかったり、普通にその知らない人からなんかいろいろ言われたりとかもするし、もちろん自分が目標に向かって頑張って応援してくださるリスナーの皆様がついてくれて、それにやりがいを感じて何を言われても気にしない精神でやるんだったら、多分いいと思うんですけど、うん、絶対に離れないみたいなものはないので、うん、人の心もいろいろと移り変わるから推し変とかもあったりするし、うん、絶対っていうことがないから、だからそれに耐えれるならって感じじゃないですかね。うん。